鳥取市の砂の美術館を訪れていたのは、マレーシアの旅行会社の人たち。来年春に鳥取県内を観光するツアーを計画してもらおうと、鳥取県が招きました。6社の旅行会社から7人が訪れ、施設の担当者の話を聞き、館内を見学しました。今年から鳥取県 そのツアーを立てますので、これから、もしかしてこの先来年2024年お客さんが送客できるだと思います。参加者は鳥取県内の観光地のほか、港山公園やうつぶき公園など桜の名所も視察したということです。